起きた今。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の鬼島桃香です。早いね、今日も。配信ボタン押したらって感じって、そう、アラーム鳴ってカーテンちょっと開けて配信ボタン押したって感じ。遅かったなって、落ち着いたの昨日遅かった。そうなのよ、そのまま1時間行きますかって。今日通し稽古だからね、衣装好きでメイクしたいんですよ。どう、メイク朝ごはん、メイクしたまま寝たのって。ちゃんとお風呂入って寝たよ。まあメイクしてない。なんか めっちゃ変な夢見たわ。どんなって、いや、なんかおどんどのメンバーやねんけどさ、舞台の今やってるおどんどのメンバーやねんけどがいて、なんかの友達が TikTok に出てきてだってなんか見たことあるって。なんか最初
すごい面白いゲームしてて、その人たちが TikTok で、めっちゃおもろいやん。お兄ちゃんこれ TikTok やろうかなと思ったら、なんか見覚えのある中学校が背景に出てきて、で、あれみたいな。でよく見てみたら、その子たち中学の同級生で、あーみたいな、この人たちこんな面白いゲームしてたんや昔みたいな。感じ。の夢見てた。顔パンパンやな。めっちゃむくんでんな。寝起きって感じの顔してる。寝るまで TikTok 見てるからって、昨日見てない、昨日は見てない TikTok。 寝るまで、昨日はお風呂入って、じゃあお家帰ってもうご飯食べてお風呂入ってって感じ。こんな生々しい寝起き配信して大丈夫ですかって、やばい、ファンの人減っちゃう。でも昔よくこれしてたのにし。そう、ちょっと目覚めたわ。おっち、おっちちち、どうしよう。1時間、そう、今日ね夜にレッスンがないんですよ。そう、そう、夜にレッスンあんのかなと思ったらなくて、あ、ごめんね、めっちゃ回転しちゃうね。そうで、今日はお稽古だけなので、だからそう、夜にもしかしたら長めに配信できるのかなと思って、そう、一旦今日朝は1時間にしてみようと思って、できなかったらもうごめんなさいって書いてたんですけど、そう、そう、何しよう、1時間しかないの、朝だから。やばいよね。だってさ、あの頃とはさ若さが違うのよ、なんか。なんかあの時はさ、まだギリさよかったじゃん、こんな寝起きの配信しても。24の寝起きなんて誰も見たくないよね。ごめん、ちょっとついてきて。はい、じゃあごめんね、こんな汚い寝起きを見せて。よいしょ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 。ああ、ほんとごめんね。ああ、ちゃ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 。あ、いつの間にそっち向いてたの、カメラ。怖っ、今手で押さえててよかった、今外カメラになってたで。え、暗かったよね、今ずっと画面。え、怖っ。だって今もし気づいてなかったら床が全て映ってたってことでしょ。どんな床してたっけ、おにしんちの床。もうそんな変なもんは転がってないと思うけど、でもでも危な、気つけよう。ちょっとさっきもう歯とか、ごめんね。こんな汚い姿を
見せてしまった、申し訳ない。もういただきますって言おうとしたもんにし。怖い怖い。今入れるときいただきますって言おうとした。聞いて昨日もさ、なんかさ、いなかったのよ。なんかね、昨日さ、レッスン終わってさ、帰りにさ、夜遅かったの。もうお腹空いてってさ、コンビニ寄ってさ、帰りに。で、何やったかな、レジ袋いただきますかみたいな、じゃあいただきますかじゃない、レジ袋いりますかって言われて、めちゃめちゃレジ袋いりますかって言われて。なら、なんか分からへんけど、西、ランキングお願いしますって言いそうになって、言わんかってんけど、お願いしますっていうのは、なんかランキングお願いしますってなんか言おうとして、え、あいつが今、西言ってないよな、みたいな。なんかもう、わけ分からへん。やばいよね、いろいろ。もう危ない、あー、開けや、ありがとう、ごめん、こんな歯磨いてるタイミングで、ありがとう、やったー、もう感謝、うん、ちょっと歯、さっきゆすいでまうね、ちょっと待ってて、なんかさ、昨日さ、なんかの SNS でさ見てんけどさ、あなたの SNS でさ見てんけどさ、なんかあれ見たことある、あ、ごめんなさい、台がもうむっちゃうじゃん、なんかさ、舌磨きのやつみたいな、知ってる？泡、口の中にさ、こう泡をさ、口の中とか舌の上にさ、泡をさ、あーってのけてぐちゅぐちゅして、で歯磨くタイプのやつ、知ってる？もうそれ初めて見てさ、昨日も何これめっちゃいいやんと思ってさ、そう、なんかさね、口系って気になっちゃうよね、いろいろ。
眠い。みんな眠いよね。本当ありがとう、こんな。ね、もし大西のね、配信のためだけに起きてくださる方がいらっしゃったら、本当にありがとう。もう何しようとしてんだ今、大西。メイクをするか、ご飯を食べるかで迷ってるんだ。でも、お腹今空いてないな、大西。かな。寝たいけど、うん、何をしたいかって言われたらまず寝たいんですけど、うん、でもさっきみたいに寝転がって多分配信してたら本当に寝ちゃうから。お、今手探りで化粧水を探してるし、さゆでも飲もうって。確かにあったかいの飲みたいね。どうする？コンポタージュでも飲むか。お湯、ちょっとお湯だけ沸かしたい。じゃあね、パンとかあるから朝ごはんは。パンでええとして、もうすごい難易度高いことやってるけど。化粧水塗って、ちなみに今って何時ぐらい？もう言うてさ、1時間って短いよね。ほら、もう19分？もう20分も経って起きてから。それとか塗って、なんか下地とか眉毛ぐらいまでやってから、コンポタージュとパンをいただこうか。私パンね、美味しいの今あるんですよ。お米のパン。っていうのがあってね、それがすごい大好きで、本当よく食べてるんですけど、前言ってたやつで、そう一回話したことあるんですけど、ショールームでスーパーで買ったやつだっけって。そう。そう、美味しいから、そう。もう気に治んないかな、下までに。でもだいぶマシになってき
と朝の時間9時間ぐらい欲しい、おにし。だんだんよ、1日24時間、本当に。いつも思う。ねえ。ちょっとね、朝来るのがちょっと早いよね。一日多分ね、37時間ぐらいだったらね、ちょうどいい気もするんですよね、勝手に。で、その割合を朝にだいぶ振ってほしくて。そう、わかる？一日さ、37時間になったとって、なんか朝の割合はなんか一緒で、その分働く時間が長くなるとか、そういうのはまた違うじゃん。話が変わってくるじゃん。だから、朝を、15時間ぐらいにしてほしくて。なんかわかる？9時間睡眠は絶対みたいな。で、そっからだいぶ余裕があるみたいな。そんぐらいは欲しいな、おにし。足んない、今の朝、おにし、時間が。足んない、足んない。なんか頭が働く前にさ、もう活動開始しちゃってるからさ。そう、ちょっとしっかり起きてさ、万端ですよって感じでさ、毎日をさ、働きたくない？よいしょ、眠い。なんか頭が絶妙にこうシャキッとしてないからさ、おにし、午前中って、朝からもう夜中みたいなテンションできて、あ、本日もマスクから出る範囲だけメイクをします。朝に余裕があるのはいいねって、ね、本当にそう思うんですよ。なんかさ、朝ってさ、なんか早起きしてもさ、結局焦らへん。あ、もうこんな時間やって、なんかなるのよ、思うし。そう、時間がね、過ぎるの早いんですよね、朝。早起きした分さ、ゆっくりとかするけどさ、なんか準備とか。それにしてもさ、あれー、もうあと5分で寝なきゃじゃん。そう、びっくりする。早起きすると逆にのんびりしちゃうよねって。そう、わかる。そうなのよ。なんかいろんなことにさ、時間をかけちゃってさ、結局あれ、いつもの方が全然早く準備できてるやんぐらいのさ。うん、ねえ、眉毛描いた、かわいい。変わった？いい感じ？一旦これでええわ。ほぼ。
ほぼしてないけど。ちょっとコンポタージュの気分になってきちゃったから、早くコンポタージュ飲む。ちょっと前髪だけ濡らしちゃったから、ドライヤーしたいねんけどさ。うるさくなると思うから。音ちっちゃくして音ちっちゃくして、オッケー。ちょっと待って、いくよ、せーの。あった。変わった寝起きから、変わってないように思えるけど、1時間しかないから、よし、ついてこい。ここいてもらって、ちょっと待ってて、ちょっとコンポタージュぐらいやから、ちょっと早くできるから一瞬ここで待ってて。あれ、コンポタージュどこやったっけ。あった。なんかさ、この間ね、このコンポタージュスーパーでめっちゃ美味しくてさ、ね、パンチンした方がいいと思う？えっか、いや、でも10秒したらさ、美味しくなるよね。え、でも、めんどくさいからいいや。はい、ね、机でしようか。ちょっと待って、電気つけやんとさ、もうさ、これだけでいい。大西、このさっきのさ、はい、このこのさ、寝起き状態のさ、この子をさ、ちょっと直すわ。よいしょ。はい、OK。はい、こたつも入れて、はい、最高。なあ、よいしょ。さっきのベッドよりはちょっとマシになった。起きた、おにし。いい朝だってね。いい朝やな。パンも袋ごといっちゃおう。こういうパンがあってね、ちょっといろいろ切っちゃいそうだから、こうしよう。そう、反対にしよう。このパン、そう、これが3つ入りとかで本当は売ってるんですけど、
参らなくて。今回は1個入りなんです。いただきます。美味しい、本当に美味しい。なんか別に特別さめっちゃ味がするってわけではないのよ。でも美味しいの、このお米のパン。じゃん、コンポタ。あ、優勝、本日の優勝はこれかもしれない。あー、おいしい、あったまるね。でも暑い。ちょっとパンつけて食べよう。ねえ、コンポタとさパンってさ最高じゃない？うん。幸せ。うん、うん、やばい、ちょっと目覚めたわ。みんなも食べたくならへん？こんなん見てたら。みんなの明日の朝ごはんはコンポタとパンになると思う。チキン。おいしゅうございます。やばいね。ああ、パンと卵スープならあるやって。卵スープも美味しいよね。なんかさ、朝はさ、おにしさ、やっぱりご飯派なのよ。でもさ、パンも食べたらさ、パンも美味しいってなるからさ、結果さ、派閥なんていらないよねっていう結果になる、いつも。なんかさ、犬派か猫派かみたいな、タケノコ派かキノコ派かみたいな、あのタケノコの里派かキノコの山派かみたいな、え、どっち派みたいな、どっちも違ってどっちも好きじゃダメって思う。ね、いいじゃん、どっちも好きなんです、選べないよって。そうなるのよ。だから派閥が全てってわけではないよね、本当に。ね、選べないんだよ。うん、食パンバター&チーズもないですって、めっちゃ美味しいよね。なんかさ、握手会の時の話なんやけどさ、
なんか握手会の時って、まあ、朝早かったりするんですよ。でケータリングがあってそこに食パンとハムとチーズとみたいな置いててケータリングに。でマヨネーズとかケチャップとかって、トースターっていうの、オーブンとかあって、でそこで作れるんですよ。だからいつもにし、その朝眠いやん握手会、そう本当早かったんですよ。7時にそれこそ会場ついてるとか、で単純に眠くて、で朝起きるのさうんってなるじゃん。だからそれをモチベにして起きてたの。そう朝早い一部の時とか、そう食パンにまずチーズ乗っけてハム乗っけて、で焼いて、でその後ケチャップでお絵描きしてみたいな。あれがね本当に美味しくて、でも握手会なくなってから食べることなくなっちゃった。またお家でもやりたいけど、ちょっと機会があれば買ってこよう。トースターあんの？なんかもしレンチンのやつがさトースターもついてるのよ。そうだから食パン焼けるっちゃ焼けるけど、でもね時間はかかるのよ。1枚ね9分ぐらいかかる。そうまあレンチンが主なあれでさ、そううん、時間かかっちゃうからあんまりね使うことはないかも。トースター安いよって、まあねあんまそこまでねめちゃめちゃ高いってものじゃないやろうけど、置く場所がさあんまないのようにし、うん、そうなのよ。なんなら食器棚とか買いたいんだけどさ、そう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 、難しいもんよね。やばい、コンポタをしすぎてもうなくなっちゃう。めっちゃいい朝って感じで、いい朝、いい朝をお届けできてるかい、私は7時の段階ではえぐかったけど、じゃあ迷ったのよ、どうしようと思って。一回6時50分ぐらいに起きてさ、いや一回6時半ぐらいに起きて、いやもうあかん、まだ眠いわと思って寝て、で50分ぐらいに起きてどうしようみたいな、配信までに
1時間しかないからさ、朝が配信までに髪の毛をなんとなくなんかこんぐらいの状態にはしといて、眉毛とかも描いといて、で朝ごはん作るぐらいから配信始めて、で朝ごはん食べてちょっとのんびりしてってしたらちょうどええんかなぐらいのさ思ってたのよ。もうね、次気づいた時58分とかで、でも意識はちゃんとあるの、自覚はあって58分になっちゃったから、ああかん、もうちょっと、あかん、もうちょっと、一口大きいの入れすぎた。オッケー。そう。そう。だから迷いに迷ってこんな感じで始めちゃった。ほんまに美味しい。終わっちゃうのがさ寂しい。食べなっちゃった。ごちそうさまでした。美味しかったってすぐ水飲む。幸せ、お腹いっぱい、あかん、寝てまう。もうみんなで寝ようよ。今日一日中さ、荒れちゃう？決めへん？2ヶ月に1回でいい。2ヶ月に1回さ、みんなお休みしようっていう日作ろうよ。今はさ、お正月でさえさ働いてるさ方々がいらっしゃるじゃん。絶対誰かは働いてるじゃん。もう1日だけ、2ヶ月に。もう誰も何にも知らん。だからその前の日とかにもうご飯とかは買っといて、電気とかさ水道のさ人たちもさ、もう嫌なさつかへんかもしれへんけどさ、でもそれをもうさ頑張ってさなんとかしてさもう誰も何も、お家でゴロゴロしてなさいっていう日。インターネット止まるかもよって。いいの、休む日だから、もう寝てなさい。でもほら、あなたたちお家にいたらずっと携帯いじるでしょって。ほんと現代子なんだから、携帯なんてもうその日だけ話しなさいよっていう感じにさして、もう一日中寝る。テレビ見てももう誰も映ってない、みんな休みやから。そうで、みんな働いてないからテレビも映んないから、 DVD で過ごしなさいっていうあれを、だから自分でライブ DVD とか買っといて。そう、
電気止まるから DVD も見れない。違うの、電気とか水道は頑張ってなんかもう自動化とかするのそう、だからあ、くしゃみ出そう。うん、まああとあれもそんな細かいことは気にしないで。そうファンタジーの話だからさ、一日そう、そんな現実的にならないで、みんな。そうだよ、夢のある話をしようじゃないかそうね、そう、ねえ、だってさ、むしろ今眠たい言ってるけどさ、世の中に眠たい人なんてもっといるんだからさ、ねえ、そう甘ったれんなって話になるじゃん私。そうでもさ、やっぱり眠たいものは眠たいじゃない。人間だもの。そう、他の人の方がとか思うけど、結局はさ、違うさ、人間でさ、私は私なんだから、私は私で眠いんだよっていう、まあ、今眠いで話してるけどさ、なんかそういうのあるよね。辛いよ辛いよって言っててさ、何で辛いのって、こうこうこうでって、ああそんなんよくあるよみたいな、大丈夫だよ、あなただけじゃないよ辛いの、みんなだって辛いんだから、みたいな、そらさ、世の中のさ人的にはさ、自分のその辛いって気持ちがさ、ちっぽけなもんかもしれんけどさ、でも自分自身の中ではそれが辛いんだから辛いんだよっていう、何の話してんの、おにし だから何の話してんの、うそっていうのを TikTok 見て思ったね、いろいろあるよね人生。あれぐらい飲んだって、まだ飲んでない、この後飲む、今立ち上がれないわ。あと10分やで、マジか、もう8時。あ、鬼洗濯干さなあかんねや今日。洗濯干してから行くから、忘れそう、洗濯干していかなさそうにし、今日は洗濯日和って、本当に。でももしこの時期絶対外で干さないんだよね。そうね、花粉がそうついちゃうのよ。
まあ、お風呂場で干せるからさあれやんねんけど、そう22度あるみたいやしって、マジ今日暑いの、やった嬉しい、昨日びっしゃびっしゃや、もう下半身がさ冷たくて冷たくて、今外歩いてるけど晴れててあったかいよって、やった、じゃあ今日はちょっと春っぽい格好していこう。もうこれ以上寒くなってほしくないよね、なんかもうならへんかな寒く。ねえ、なんかもうあったかいまんまでいてほしい。あったかいけどくしゃみ出るって、いやー助けて、外出るの怖いじゃん、衣替えができひんのよって。確かにね、衣替えだったりこたつしまえないよって人とかもねいるもんね。ねえ、やあね、マスクしてもあんまり変わらないって。花粉マスクなしで最近は外歩いてないからさ分からへんけど、でも普通にくしゃみは全然出る。そろそろ花粉も過ぎなら終わるんじゃって。こんな早くに終わるの？あれ、そうなの？スギ花粉ってそうなのかな？何の花粉症なんですかって分かんないのよ。でも今の時期だから杉なのかな。でも去年の秋頃もなんかにクシュンクシュンしてた時期があったんですよね。なんかその時もこれに何の花粉みたいな言ってた記憶があるような気すんねんけどさ、もしかして何種類かもしあれなのかな、花粉症なのかな。ねえ、検査行ってみたら。ねえ、まあ行けたら行く。うん、行けたら行く。うん、分かった、全然行くタイミングがあったら全然行くわ。なになになに、それは行かないやつって。うん、いや行けたら行くって、何を行けたら行く、全然で、タイミングがあればそれもちろん行けたら行くよ、もちろん。そうそうそう、でもね、一回言っときたよね、自分が何なのか。これで大西さん花粉症じゃないですねって言われたらどうする？大西さん花粉症のアレルギー持ってないですね。え、嘘。え、大西花粉症だと思ってたんですけど、あ、大西さん花粉症じゃないです。じゃあ
大西はなんで今こんなにくしゃみをしているんだってなる。ただの鼻炎だったりして。でもね、年から年中そうなってるわけじゃないからさ、大西も鼻ね、まあ春ね、それこそね、あったかくなってきたかなぐらいの時にさ、鼻ムズムズするようになってさ、くしゃみ出るようになったからさ、花粉症なんやろっけ。鼻ムズムズする。はあ、無事ハップになりますよって、ありがとう。夜2時間できたらいいな。ねえ、できるっていう期待を抱きながら、大西は1時間で終わろうとしているけど、何時からやれますかねって。ねえ、早っ10時ぐらいなのかな。あ、大西これ今日シアナーが忘れてた。 PCR シアナーがね。大西は今じゃ洗濯を干して PCR をやる。でも今ご飯食べちゃったからちょっと前田できないや。よし、じゃあ、そうね、またほんとこれそう終わり次第分かるっていう感じになるからさ、一旦目標は10時からっていう感じで夜配信はやりたいと思います。一旦タイムスケジュールにも入れとくね。もしかしたらまたあの変更になるかもしれないんですけど、うん、よろしくお願いいたします。ということでですね、ではランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ。1位コバットマーク大西推しさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がハギハギさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が MM ルールズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がタクケンさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がマークンアコードさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がカホアットマークニコワさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして、9位がカキアットマークオニシグンアットマーク今日も一日頑張アンドセリちゃんシカッチハピバーさん、ありがとうございます、イエイ。シカッチも誕生日なんや今日、おめでとう。そして10位がコーヒレンさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がのじさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位が RTO アットマーク大西郡マリアさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がテチテチアットマーク大西郡ラルムガチチューさん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございます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 。本当に朝から感謝です。今日夜のね配信ね、あ、なんでもない。
ちょっとインスタのストーリーとかにまたちょっとやりたいことあげるからまた見てて、時間があれば。うん、ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆さん本当にありがとうございました。そして早起きして一緒に起きてくれた皆様本当にありがとうございました。今日は大西衣装好き投資で関係者の方もいらっしゃるみたいなので頑張っていきたいと思います。皆様も今日一日一緒に頑張りましょう。じゃあ行ってくるね、ってかまず洗濯干してくるわ。じゃあね、バイバーイ、ありがとうございました。いってらっしゃい。お家で休める方はゆっくり休むんだよ。バイバーイ、ありがとうございました。